あ、次最後。あ、もう2枚あるかもしれない。好きな場所。場所。好きな場所はロンドンです。自己紹介みたいな。私なんかロンドンで生まれたらしくて。記憶にさすがにないんですけど。でその前に行った時に、その博物館の前でチョークでめっちゃ絵描いてる人たちがめっちゃいたんですよ。でその横で弾き語りしてる人たちとかもいて、あ、めっちゃ自由だと思って。その時だけめっちゃなんか自由になった感じがして、それがすごい好きで、あのもう誰も気にしてない感じ。どうでもいいみたいな。あの感じがすごい心地よくて、そう最近ね、そう行ってまた行って、すごいやっぱ良かったんですよね。自分の中でめっちゃしっくりきて、いつか住めたりとかしたらいいなとか思ってって感じですね。でそう、美術館が無料なんですよ、あっちって。払うのは払うかもしれないけど、基本的に無料で入れるんですよ。ちょ、間違ってたらごめんなさい。それがなんか結構感動して。だから多分その触れやすい環境なんだと思います。人の生活の中に入りやすいのもあるのかなと思いました、行って。よかったです、すごい。コラボとかもしてますね。確かに、したい、めっちゃしたいです。ちょっとね、リーチ夫妻アーティストとか DM とかで。今それがいいですよね、それがあるからリーチしやすいというか、熱意を持てば。もしかしたらできるかもみたいな感じだからね、やりたいですね。絶対素敵だと思う。行きましょう。ポリシーにしていること。ポリシーにしていることってでも難しいっすよね。難しいけど、私はあのちゃんとありがとうとごめんねを言うようにしてます。もう超根本だけど。やっぱそれ大事だと思うんですよ。あとそれこそさっき言った直感を信じてみるとかは最近ポリシーに追加されました。追加されましたね。でもそれが割と大事にしてることかもしれないですね。あと自分の機嫌は自分で取ることを最近心がけてます。そう、結構私超感情が出やすいんで、ブワーって出ちゃうから、いつでも笑顔の人とか変わらない人っているじゃないですか。で今までそれがすごい、なんか本当にすごいなみたいな。なんでだろうとか思ってたけど、ただその人たちは自分で自分の機嫌を取るのがすごい上手いから、私もそうなりたいなと思って、そういう人間になりたいなと思って最近心がけてます。じゃあラスト、マンズーとのエピソード。でも最初会ったのはインスタかなんかで、そう連絡最初取って、で曲を一緒にやりましょうみたいな感じになって、でそっから曲とか作るようになって、でねこの間もライブ来てくださったりとか、最初から結構バイブス合ってましたよね。でもそう、曲とかもめっちゃなんか久々にこんな、なんていうの、ちゃんと毎回もちろん曲作るときはいっぱい考えるけど、なんかすごいめっちゃ脳みそを使ってるっていうか、脳みそプラス感情をなんかもろに出していくみたいな、その作ってる上でっていうのができてるのが私的には結構めっちゃ楽しくて、なんか熱い大人に出会った感じがして、いろいろ人生で起こったこととかを言ってる気がします。大川さんとか、そうで、そうさっきも話したけど、ヒゲがすごいなっていう。最初会った時逆に どうやって伸ばしたんだろうみたいな。待つひたすら待つみたいなって感じですね。ありがとうございました。
I wish I could eat mushrooms. I really do. キノコ嫌い。